学生時代、全日本のシードに入るテニス選手だったんです。でも、練習不足を自覚していて、試合ではいつも不安で仕方なかった。結果も出せなかった。準備がいかに大切か、その時に学び、本当は気が弱い自分も思い知りました。だから、今は何事も最悪のケースまで考えて準備をするし、そのための時間は惜しみません。準備期間は長ければ長いほどいいのよ。私、経験のないことは失敗すると思っているんです。だから、年齢を重ねるということは、できることが増えるということ。今年80歳になって、怖いものなしで大威張りしていますよ、かっこ笑い。80年かけた準備を生かす時が来た、と、ワクワクしているんです。そう語るのは、日本初のフードコーディネーター養成校、助成陽子クッキングアートセミナーの創立者であり、校長でもある、助成陽子さん。5年80、その教え子は4000人を超え、本市にも馴染みのある、寺田真二郎さんなど、人気の料理家や、フードスタイリストを数多く輩出している。料理の世界で起業したのは1976年のこと。最初はケーキ専門店のオープンだった。今でこそ30代後半での起業は珍しくないが、女性が外で働くことにまだまだ多くの抵抗があった時代だ。20代の頃、団地の小さなキッチンに近所の奥さんたちを呼んで家庭料理の教室を開いたのが全ての始まりでした。収納もままならないスペースだったけれど、皆さんからの美味しいの言葉が嬉しくてね。料理をすることも、それを素敵に見せることも大好きだったから、その好きをひたすら続けていたら、気づけば50年以上が経っていたんです。80歳にして、今も現役でトップランナー。しかし驚くことに、ようやく準備が整った感じなのだと言い、これから人生に花を咲かせますよ、と意気揚々だ。助成さんは、年齢を重ねた方が成功に近づきますと話す。そんな助成さんの若さを手放したくなる。金言を紹介。口癖は、古いわね。私は、レシピもアイデアも、どんどん教えてしまいます。厚生大臣に溜め込んでも、古く時代遅れになるだけだもの。どんどん手放しちゃう方が、次をまた必死で考えるから、新しいアイデアだって生まれるものよ。損なんてしません。助成さん、いかどう年齢だって、商売道具。逆サバを読むことに決めました。みんな、年を若く言うからいけないの。ちょっと多めに言っておけば、あら若い、あらすごいって褒められる。だから、逆サバを読むことに決めました。それに、年を重ねてきたからこその経験も、大事な商売道具ですよ。60歳にもなれば。肌は綺麗になる。50代後半ぐらいから肌のトラブルが減ってきましたね。年を取って良かったことの一つ。それから私、美人じゃないから肌だけは綺麗にしておこうと思って3ヶ月に一度レーザーでシミを取っているんですよ。できないことを数えるのは正しい。でも今できることは何ですか？子供がいるし、朝が早いし、つい、できない理由を並べちゃうわよね。でも、その範囲でできることを考える。工夫だって楽しいものです。本当に好きでやりたいことなら、まずはできることからやってみなくちゃ。継続していたら一番になっちゃう。どんなに得意なことでも、人ってそんなに続けられないの。だけど好きなことなら、やめろと言われてもやめないでしょ。気づいたら、大したことなくても、その世界の一番になっているものです。